やもう死んでもいいっていうくらいな瞬間があまりにも多くありすぎた。真面目というか、あの人の良さそのままがこう出て、まっすぐにこう歌ってた印象がありましたね。子供みたいな、大人みたいな腐れみたいな感じなんですかね。助けてあげないとなみたいなそんなんだったら歌わないよって、こんな感じで見てました。なんか韓国で日本人と、それは難しいから、だから感動しました。中国人の誰も知らない中でやるって、それってすごい勇気のいることだと思うんですね。また別地になったような、もっと時間が欲しい。感動を煽られな、初芝たこしイムニだ。地図にない場所で誰かがきっと待っている。ホライズン、ホライズン。幸せだったよ、ほんと幸せだった。